その運命というのは天にあるものではございますが、どうして平和の世を与えていただいた恩を忘れることができましょう。それに報いるには善行を積む以外にはないと思い致しました。そこで残っている在庫を洗いざらい投げ打つ覚悟で、占いにより吉と出た土地に道東を建て、純金を溶かして経典を書写させてきました。経蔵、鐘楼、大門、大垣などを設け、高いところには築山を施し、窪地には池を掘りました。こうして平泉の地は龍子はよろしきにかなうという詩人が揃う平和の地となりました。東北の人々も多くの者が仏に帰依して、諸仏を礼拝する霊場と、今の平和の世では都の人々から全国津々浦々の民百姓に至るは皆今の世を楽しみ、長生きをして平泉の地に天皇のご命令によるご安置ができたことを祝っております。平和のために道東を建てる真意につき、天子様からお言葉を頂戴し、今ここに念願であった犠牲者の供養の思いを遂げようとしております。宝暦3年陽光の春3月の良き日に合わせて、占いも皆吉と出ています。そこで本日は1500人の僧を招き、8万12の一切経を読授いたします。一切経の金銀の字の輝きは、私の平和国家への真心を照らし、その独自の声は力を合わせて法王の長寿を祈りましょう。そうすれば私は一生涯を恵みの海に行くし、亡くなった後には極楽浄土に行くことが叶いましょう。平泉中尊寺を訪れる者は、この世の牢獄につながれた者も、あの世にいて輪廻の苦しみの中にある者さえ、良き報いを受けて長い牢獄から解き放たれて自由の身となり、心からの安らぎ、天智三年三月24日、弟子藤原清志ら。お疲れ様でした。どうでしょうか。ここに書いてある通りなんですが、強烈なメッセージがあったと思います。それは亡くなった方へのやっぱり供養、それと同時に どうしても平和を実現し、それを持続させたいっていう気持ちですね。これは人類の歴史で戦争がない月日っていうのは世界でないと思います。今でもどっかしらで戦争が起こっています。いろんな理由がありますけれども、戦争は起きています。人類の悲願である戦争っていうものはなくすっていうことは永遠の 人類にとってのテーマであると思います。そこのところに一点集中しているこの中尊寺供養願文というのは、まさに世界遺産の先取りです。僕はそのことをずっと一貫して
この中尊寺供養願も現代学、全文現代学した時から思っています。そして清弘さんの心っていうものは、これは世界に誇るべきものだし、単に東北とかそういうレベルじゃないということですね。そしてこの心、この思いをもたらしたのは、実は残念ながらさっきも見ましたけれども、悲惨な戦争であるという現実だと思います。戦争をなくすためにはどうしたらいいか、世界遺産の全文でもね、まず戦争っていうのは人の心の中で発生するんだと、あいつが嫌だと、あの国が嫌だと思った瞬間から戦争はもう起こってるんですね。つまり人の心の中で起こったことというのは現実になると、まさに夢というか、そういう怨念というか、そういうものが現実となっていくわけですね。そのためにはね、やはりその心に起こるそういう、なんていうんですかね、僕はそれを業という言い方もあるし、念という言い方もあるんですけど、糸がほず、こんがらかって絡まっている状態を、そういう戦争の最初の念というものはそういうものだというふうに思っています。そして実は昨日私は自分のおばあちゃんに対するですね、気持ちをこういうふうに言いました。うちのおばあちゃんはですね、少しボケましてね、で僕は子供の頃に小銭なんですけども、僕にお金取られたというふうに言って、そうだとみんな思ったわけですね。で僕もあんまりそんないい子だけの子じゃないんで、あいつならやりそうだということですっかり犯人にされしまって、それは子供としてはすごく傷つきますよね。それでずっとね、やっぱそれは大人になってからも思ってて、なんでおばあちゃんあんなこと言うんだと、嫌なおばあちゃんだったなって、ずっとおばあちゃんに対してね、そういう恨み事みたいなものを持ってまして、それが解けたのが40過ぎてからですね。待てよと、そこにその自分のこの思いにこう焦点を当てた時に、フォーカスした時に、おばあちゃんはまず年を取って少しボケたんじゃないかと、そこに焦点を当てた時に、ああそうなんだっていうふうに思いましたね。つまり思いっていうのはそういうふうにして凝り固まってるんですね。この糸のこうがこうもつれてもつれているような状態が起こる。それを解くためにはまずそこにフォーカスして、糸をこう丁寧にこう解くことが大事なんですけども、そういうことでね、スッとこうその糸が全部きれいに洗い流されて、氷が溶けるように、夏の日に氷が溶けてスッと水に消えてしまうようなものがあるんじゃないかと。でそれは実は悟りという言い方は大げさなんだけれども、そういう思いが溶ける瞬間があるっていうふうに思ってて、それを仏教で言うと、あるいは禅で言うと悟りっていうことじゃないかなというふうに思うようになりました。これはブッダのそういう本の中でも、何も僕が教えたことは最後にね、言ったブッダが言った言葉の中で、私が言うことは特別なことじゃないと、私の言ったことを守って毎日励みなさいって言って亡くなってるんですけど、すごく難しいことは言わないんですね。つまり良いことを思って毎日励みなさいってしか言ってないんです。仏教用語で言うと自灯明って、自分を灯火としてその光として生きなさいってすごい難しいんだけど、でも実際に言ったことはそうじゃないんですね。毎日励みなさいなんですよ。自分だけを頼りとして励みなさいって、私が教えた通りに励めばいいんだ。そしたらあなたは、ね、良き心を持って良き
ところに導かれますよって言ってるだけなんですね。そういうことが僕は悟りみたいなことで、僕は清平さんっていうのはある面ではそういう悟りを得た人なんじゃないかなっていうふうに思っています。こういう人は簡単に現れる人じゃないですよね。だけど現れない、現れたからこそ私たちはその中尊寺供養観音というものの価値を見つけて、そしてそれが世界遺産になったということをみんなで祝ってるわけですけども、今単に岩手県やね東北というレベルじゃないんです。この清平さんの思いというものはね、これを私たちが孫子の代まで、そしていろんな部分でね広げていくってことが僕は大事なんで、それをぜひね、ここにお集まりの方にはね、中尊寺供養観音に何が書かれていると、単に平和ということじゃなくて清平さんが経験したあらゆることをそこに実現し、そしてへり下って朝廷とそのうまくねやるっていうことも書かれてるし、それからこれは戦略でもあるんだと思うんですね。つまりこの中尊寺を護願寺とした、つまり朝廷に差し出したわけですよ。要するに自分のために中尊寺を作るんじゃないと。これはこの国が永遠に平和であるように、それを記念して朝廷に差し上げ立てまつると。だから頼朝さんが来た時も平泉のトップがですね行きまして、ね、ここは天皇の護願寺であるから簡単にねこれを征服したとかなんとか言っちゃならないと、命がけの交渉に行ってるわけですね。それが中尊寺寺と以下注文という文書があって、それも私 のホームページの中で全て現代学してますんで、欧州デジタル文庫の中に入ってますんで見ていただければ分かりますし、それからこの中にも入ってますんでね、ぜひ読んでいただくといいと思います。これ短いブックレットですんで、ぜひ自分のお手元に置かれてるとですね、いろんな面で辞書みたいに使えると思いますので活用いただければと思います。さてこの清平さんの中尊寺供養観音と平家農業っていうのをちょっと比較してみたいと思います。やはり清平さんも同じように願文を書いてます。すごい美文ですね、素晴らしい。で今年実は両国 の博物館で、江戸博物館ですかね、あそこで清平展が大河ドラマのちなんでやりましたけど、そこでいろんな平家農業に関するものが来てまして、見ました、願文も見させていただきました。それからお経経を書写したものなんかも見ましたけれども、それはそれは素晴らしいものです。それでまず平家農協とはですね、基本的には厳島神社に奉納したものですね。でなぜ厳島神社かって、さっきもちょうど申しましたけれどもね、つまり新しいものを清平さんは清盛さんは求めていたんです。古い体制じゃないもの、だからそういう部分では院とか、それからそのいわゆる仏宗教会の古い宗教会とは対立関係にあったと言っても過言ではないと思います。つまり権威に対しては非常に別の権威が必要だということを求めているようなところが清盛さんにはあったと思います。それを美しく細工し、その当時の最高の工芸家が寄り集まって作ったのが平家農協です。これは本当に素晴らしいもので、ただ我が今日も清平さんの中尊寺を建立した思いっていうのはさらにそれを上回ると。これ例えば数に言うと33巻ですけど、
清平さんが作ったのは5000巻以上でしょ。中尊寺経というのは8年にわたって作って5300巻と言われますけれども、一切経、それとも要するに原本をね、中国からものすごい膨大な金を持っていって、それと買ってきて、それを書写しさせてるんです。それも8年もかかって作ってるんですね。ですから数とかそういう面でいうと、平家農協も素晴らしいんだけれども、その壮大さとかそのレベルというものは中尊寺経もね、中尊寺経っていうか、中尊寺経っていうのは5300巻で、平家農協っていうのは33巻で、それで願文っていうのは両方ついてますけれどもね、その膨大さたるや中尊寺のものっていうのは我々が誇りにすべき。それがね、実はこれは余談になるかもしれませんけども、高野山にあります。高野山に持ってった時のいきさつっていうのは、豊臣秀吉の奥州仕置っていうのがありますけれども、どうやらあの時に持っていかれた。そしてそれが巡り巡って高野山に奉納されたというようないきさつです。ほとんどが今高野山にあります。中尊寺はおそらく、4,5 年前は26巻しかなかったです。もしそれが外に売りに出ると、骨董屋さんから2000万だろうが3000万だろうがいい値で買うというようなことを中尊寺さんはしてました。それほどです。つまり全てが国宝なんです。中尊寺経というのは金銀で一切経、金と銀の線の紺の紙に銀の線を引いて金銀金銀で書写していくんですけれども、これが中尊寺経です。そして見返りのところには絵が描いてまして、これは仏画であったりいろんなものが描いてますけれども、工芸品としても素晴らしい。だからみんな国宝、ほとんど国宝ですなっています。それが中尊寺経であり、今ほとんどは高野山にあるということで、なんとかね、これが中尊寺に戻って元あった経蔵ってことだと思うんですが、あそこに全部奉納されてあったものです。それが今高野山にあるということで非常に残念ですけれども、まあ国の宝として完全に守られてますから、それがいつの日にかね、中尊寺に戻ってくることを我々は何か記念したいというふうに思っています。で、清平さんがやはり思った、なぜ宮島かというと、実は後に西行さん、今度 来月は西行さんのお話しますけども、西行さんと清盛さんはほとんど年が近い、秀平さんも年が近い、多分3人は合ってるんじゃないかと僕は想像してるんですが、清平さん、清盛さんと西行さんは北面の武士ですから、そこで仲間ですね。大河ドラマでもやってますけど、その時に大刀が焼けました。大刀が焼けた時に西行法師がですね、まあ高野聖という説もありますけれども、高野さんに随分西行さんはいて、聖をやってたということを言う人がいますけれども、学者がいますけれども、その可能性は高いです。そして清平さんのところにお金がありますからね、清盛さんはね、日宋貿易で膨大な利益を上げてますから、大刀が焼けたんだけれども、どうにかそれを協力してくれないかということで交渉して、で清盛さんは承諾するわけですね。そういう流れの中で厳島神社もそういう話を聞いて、ここの念じてその思っていろんなことをすると、一族老頭、それから自分にいいことがあるよということで、その清盛さんは厳島神社というものをすごく大切にするんですね。で、あそこ
あの平泉よりも先に世界遺産になりましたね。海に立つ社寺ですよね。あの景観素晴らしいですよね。つまり京平さんにとって海っていうものがキーワードですね。それと貿易、つまりあの平の清盛さんという人は武者というけれども既読化してダメになったという言い方を後世の人たちは思ってますけれども、今その見直しが起きてます。そうじゃないんじゃないかということですね。あの平泉とそれからあの平家がやったことっていうのは貿易です。日宋貿易、中国との貿易です。金ですよね。あのそれを持ってって向こうの文物を購入する、そういうことを盛んにやりました。あの平泉も同じことを目指してます。交易都市ですね。そのつまり単なる武者政権というけれども、平泉もそれから平家一門が目指したことっていうのは共通項はそこです。交易都市っていうものを目指したと。単なる武家で要するに戦ばっかりやってたような人たちだっていうふうに思われてるけども、実は経済的な側面からそのものを見るとあのやっぱりそういう新しい一面が見えてくる。じゃあ鎌倉の 武家のこと、鎌倉なんて今世界遺産になろうとしてます。だけど鎌倉っていうのはね、平泉とそれから福原、まあ戦闘しようとしたそのいわゆる清盛さんの構想の流れの中にあります。それでね、これは今日はできないんですけども、鎌倉と福原っていう都市を見ますとね、非常に共通点がある。あの人工島を作ってみたり、和田の泊まりっていうのを福原では作りますけど、同じようなことを鎌倉でもやったりしてます。でモデルとしてはね、やはり海洋都市を目指して、福原の僕はだからこれ三都物語っていうことを構想してるんですけど、平泉それとその後に来る福原、これはあの清盛さんの作ろうとした都市ですけども、その後に鎌倉っていうところが来て、この3つがこう歴史的につながっていって都市として発展していくということなんですね。そしてそれであの僕はあの そこで一番思ってるのは、もし鎌倉が世界遺産になったら3つとも世界遺産になると。武家の都市がですね、武士の都は。それでそれはそのそれまでの奈良の都、京都の都と決定的に違うのは、公家さんたちがやろうとしたことは、あの交易文化で中国から持ってきたりはしましたけど、交易をして経済的な発展を遂げて、そこであの生産力を上げようという気はなかったんだけど、武者たちはそれを実現しようとしたんですね。つまり武者っていうのは荘園の領主でもありますから、荘園っていうのはやはりね、あの穀物を取ったり、いろんな馬を育てたり、そしてそれを都に持っていく、売りさばく、それで都から新しいものを持ってくるというようなことを行った。で武者がやっぱりのあのやっぱり成長するっていうものは都とある程度離れてなきゃいけない。つまり文化としてあの京都の近くにいると全部やっぱりあのそれと隔絶したところで独立的な、いわゆる今の言葉で言うと自治って言いますかね、地方自治って言いますか、そういうことをやったのがまず平泉である。そういうことをあの安倍氏さんがやり、それを国家としては許せないと、ということで別の武者であるところの、まあ、東国を中心としたあの武者集団である源頼義を
リーダーとして、それを東北 の、 そのいわゆるリーダーを征伐に来るという構図がある。で、平家っていうのももともとはね、北関東ですよね、あるいは千葉のあたりもそうですけども、やっぱり平家っていうのはそういうふうにして都と隔絶したところで自分の荘園を拡大し、自分たち の、 武装集団っていうものをこうパワーアップしてきたんだけれども、同じようなことが言うと。で、安倍さんも安倍一族も同じことがあり、清原氏も同じようなことがあった。だからこそ平泉政権というのはそういう豊かな商業、あるいはそういう農耕牧畜をやれば最高の馬を、ね、作れるという中で、非常な交易によって非常な利益を得るような場所であったということが言えるんじゃないかというふうに思います。でちょっと長くなりましたけれども、平家農協の中に入ってみますと非常にやっぱ美しいです。で、テーマは基本的にはやっぱりこの蓮の花をあしらってね、これ新下本第4ですけども、蓮の花です。美しいです。で、横にこの経典が書かれてあるわけですね。さらにこういうものもあります。ちょっと見にくいんですけども、子供たちが馬に乗ってかけているようなものであるとか、これは右の方は観音本25巻ですね、法華経のですね。で、左の方がこの金キラで功徳本第17巻の見開きのところですけども、こういう素晴らしいものを作っています。で、次にちょっと比較で言いますとね、で、中尊寺供養観音というのはさっき一丁両然ですけども、こういうことは書かれました。伽藍を作りましたよと。それと三重の塔がある。これは実は三重の塔は今ないんですね。三重の塔の否定地としては、国大堂っていうものが中尊寺のこの馬の背のように伸びるこの月見坂からずっと登っていく、そして左手に金色堂があり、右の方に行きますと白山神社がありますけれども、あそこがまっすぐに北の方に伸びてて北大道になっていると考えられますけれども、白山神社に行く途中のどこかに三重の塔があったというふうなことが言われています。それとあとあそこには二階大堂っていうのがありましたね。で、二階大堂っていうのは鎌倉の頼朝が来た時に、なんだこの凄さはということで驚いて、それを模倣して作ろうとしたのが永福寺ですからね。だからあそこの中心線はすごく大事で、これは西郷館長にも申し上げたんですけども、白山神社っていうのはやっぱり先祖崇拝っていうのはすごく大事なので、藤原、奥州藤原氏にとって先祖とはやはり安倍さんなんですね。安倍氏の方向を向いているということがあって、まあ安倍たちを向いているというふうに言ってもいいので、多分ここから線を引くとそう違わないところに白山神社とここは結ばれているんじゃないかなというふうには思います。そういうご縁があってここに中尊寺蓮っていうものが来るように僕は採掘されていたんだというふうに思っております。それでさっき言った次に経蔵のことがありますね。中尊寺経を5000巻余り収めると、これは本当にすごいことです。一巻国宝ですから、出てきたら中尊寺さんは何も言わずに2000万だろうか3000万だろうか出して全部買い取ります。そういう腹でおるんですね。鐘楼です。これはすごく大事なものです。ここでいい言葉が書いてます。実は
ここに来た時に山田貫主が苦を抜き楽を与える、あまねく皆平等っていう言葉をここで書かれたそうです。後で西郷館長に見せていただければと思いますが、まさにここは中尊寺にね来ればあらゆるところに平等に響き渡ってね、苦を取り払って楽を与えると、そして皆これは平等にそういうものを与えるんだという強い信念がその鐘楼に書かれています。大池ですね。次は実は大池がどこかにあったっていうのはありますけど、否定地はあるんですね。金色堂から下ってくるとあそこに蓮池がありますけれども、蓮池の下のあたり、あそこに大池っていうのは今ありますけれども、あれがまあ多分そうだろうということだと思いますけれども、そんな感じですかね。それとこの戦争供養っていうの、これは1000人の僧を集めてやるんですけど、この時は1500人の僧、中尊寺供養願文を奉納した時に集めた僧侶、大変に金がかかるんですね。で僧侶を遠いところは呼んでくるわけですから、高僧も呼んでくる、そうするとお金がかかります。それで清平さんは中国でもそれをやったそうですから、いかに膨大なお金を持って、そしてこの中尊寺、それと平泉という都をものすごく豊かなものにしようとする決意があるのかが分かりますよね。それで7番目にはいわゆる私はその東の恵比寿の宗長であるということを、恩宗であるということを言うんですけども、これが一つのへりくだりであると思いますね。つまり自分を一段低いところに置くということですね。これは清盛さんとは違うところです。清平さんは自分を一段最本当に低いところに置きますね。謙虚です。で後で言いますけども、清盛さんとは少し違います、ここはね。で8番、法皇様に対して強靭の意を示す。最後に非常に素晴らしく法皇が聞いたら喜びそうなことをちゃんと歌ってますよね。この前さっきも岩下博さんの朗読でありましたけど、で最後には安寧の里という言葉が出ています。これは極楽浄土というふうに訳してもいいと思います。つまり蓮池があって、その中でみんな遊んで、再生の時にはその蓮池の中ポカッとこう蓮が花咲くようにして再生するというようなイメージですかね。でそういうところに再生生まれ変わるんだ、極楽浄土に行くんだという部分が安寧の里っていうところで終わります。一方平家農協の構造をちょっと見ていきます。それと一目瞭然で、私は宮島にある福島大明神を信奉してますよということですね。で法華経を2番目は帰依してます、自ら発心しましたと。それで一門の協力によってそれが実現しましたと、もう実現することは何もないぐらいに実現しました、ありがとうございましたというような大明神に対する感謝があります。それで私は自分の悟りへの道っていうのでずいぶん遍歴してきましたと。それは厳島神社への遍歴、五行ってありますけど、法皇を連れたり天皇を連れてやったこともあるんですね。だからそういうことを述べてます。それで下品往生っていう、いわゆるこれは九つの往生の仕方がある、一番下の下品っていう往生であっても私は構わないんで、その往生したいんだというようなことが
書かれてます。そのためには宮島へその大名人への利のためにということがあって、で8番目はね、これが僕は決定的にその京平さんと違うとこだと思ってて、世界を見ていくっていう、インド崩壊っていう言葉が書いてるんですけど、よく母材にいたり崩壊を引導するっていうふうに解読できると思うんですけど、母材っていうのは悟りですよね。悟りをよく悟りを得て崩壊を引導したいと、要するに引っ張っていきたいっていうことですよね。引導を渡すっていうことがあるんですが、これはやっぱり当時の京平さんの置かれた立場っていうのをよく表しているというふうに思います。強い日本を自分が引っ張っていくんだっていう、そういう強い思いがある。京平さんは法王っていうものをすごく大切にしてへりくだってましたね。自分はね、東国の宗教の出なんだということで法王様っていうことはあるけれども、ここには法王様はありません。私は母体に至って崩壊を引導するんだということですから、これは強い日本を自分が引っ張っていくんだという思いがあります。ここに決定的な違いが、そして私はさらに言うとですね、自分を虚しく考えている京平さん、そして一方ではやはり強い信念で日本を変えていくんだと、今のこの天皇院院政ですからね、当時は院と天皇が一体となってその国をピラミッドのように守る、それと古い奈良の仏教とそれから京都の仏教でもって支配するというようなものに飽き足らない、そうじゃないものを私は作りたいと、作るというようなことがあって、これはどっちがいい悪いとは言えないけれども、私は私の、信念として自分を虚しくするしている京平さんというものに強い共感を覚えます。自分がリーダーになって、日本を引っ張っていくんだというよりも、そうじゃなくてもっと素晴らしいものを自分を虚しくすることによって得るものは僕はあると思っているので、この僕の好き嫌いであえて言わせていただくと、平家農協よりも中尊寺供養願文の精神の方があまねく世界精神に近いと言えるというふうに思います。以上、今日は長々といろんなことを拙い話をさせていただきましたが、ご清聴ありがとうございました。それで次回はですね、今度は僕のずっと研究しております義経さんのことと、それから自分の西行、好きな西行さんというものをちょっとお話しして、平泉にまつわる天才たちということで、西行さんの歌や義経さんのエピソード、北方伝説も少し触れたいなと思いますし、なぜそういうことがあったり、それと西行さんと義経さんは語らったかどうかという可能性についても少しお話したいと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。長い時間、もうちょっとお時間ありますので、まず皆様の方からもご質問とか、この機会にぜひ聞いてみたいようなこととか、私とこう思うみたいなこといろいろあると思いますけど、先生とちょっと対話式で交流したいと思いますので、どうぞ何か感じたことなどありましたらよろしくお願いします。
清和源氏ってよくわからないんですね。清和天皇っていう、あ、そのいわゆる天皇とその子孫たちが公家さんの家来になって武家として一本立ちしたというような感じのルーツを持ってるということで系図を持ってるわけですね。だけどどうも今のその清和天皇じゃない天皇に近いということも言われてるんで、そのあたりはちょっとはっきりしないかもしれないですね。今後研究が進むと実は清和源氏じゃないというようなことになると思います。よろしいですか。はい、平家農家の数なんですけど、はい、あの辺の力から見るとあまりにも少ないんじゃないの。33巻っていう、それは中尊寺教と比べるからですよね。だからもちろん最初の多分それは発想が違うんだと思うんです、つまりその平家農協っていうのは、厳島大明神に納める自分たちのために作ったということがあって、これが国のためにとかその福原のためにというとまた違う発想の作りをするんだと思うんですけど、一族がこぞって自分で書写したりしてその工芸品として厳島神社ありがとうっていう奉納ですから、確かに解釈すればそういう面では中尊寺教とは若干違うんじゃないかというふうには思うんですけど。分かりました、ありがとうございます。はい、他に何か。すいません、奥州藤原氏は安倍一族の名前とこう関係が深いわけですよね。安倍関係っていうか、地方血脈があるわけです。続いてるわけです。それでどうしてその藤原氏って名前。それはお父さんが藤原常清っていう人で、藤原家の秀里流ってね、藤原秀里ってムカデ太一で有名な、平将門を乱を平らげた、これもやっぱり武家の一つのヒーローで、今の佐野市ですね、栃木県佐野市にあって、それでそこで一族を成して、で実は西行さんもその秀里流、藤原秀里の流れを組む武者なんですね。この人は和歌山なんですけどね、西行さんは、ね、だからそういう面で西行さんは 来月話しますけども、藤原家とは親戚筋、それでおそらく京都でも秀平さんと西行さんは会っているということで、面白いんだけど、さっき言ったように清平さんは、清平さんじゃない、秀平さんと清盛さんと西行さんは多分3人別々かどうかわからないけど、もしかすると清盛さんと秀平さんも留学、京都留学の時には会ってる可能性もあります。で、常清さんっていう人は安倍氏の娘さんのところに婿に入る。そうです。そうです。だから安倍氏の婿さんです。安倍氏の婿さんで、で安倍のうちを名乗るんですか。名乗ってないんですけど。名乗ってない。だから一つそのルーツで、例えば安倍氏さんなんかもそうなんですけど、自分のその生命、例えば自分がこの A という名前をもう少しその権威付けするときに、自分の好きな名前に変えるときあるじゃないですか。そういうときあると思うんですけど、それによって安倍氏というのは朝敵になったわけで、それは使えないと。清原も朝敵じゃないんだけども、そういうふうに滅びたことで、それも良くないと。じゃあ自分のお父さんの姓である奥州藤原家というので 一家をなそうと、そして平泉を作ろうという、なんかそういう思いがあって、そのお父さんの藤原という名前を名乗ったと思いますけどね。はい、はい、他にありますでしょうか。一つよろしいですか。どうぞ。不要願文が
天智3年ですよね、はい、その2年後に清平さん亡くなるはずですけども、はいはい、そのあと次の年ぐらいに元平がものすごい喧嘩してるわけですよね、はい、そうですね、すはいはいはい、そこのところの流れがですね、今きちんですね清平がこのぐらいの願いを込めて書いて2年後に亡くなって、はい、その次の年に相続、すごい相続技をやって、うん、兄貴の一族全部殺しちゃうわけですよね。相当悲惨なことを元平さんという人はやってるんだけど、その時、その頃のその流れっていうのは、あんまり研究でも出て、その空白のところですよね、うん、空白のところで私も知りたいと思って、ちょっと首突っ込みたいなと思うんですけど、やっぱりそのいわゆる清平さんの平和思想と相容れないっていう部分があって、ただあとですね、僕は思ってるのは平泉っていうのは決壊された地域、つまり平和を祈願してそこの中では人を殺したり生き物を殺したり しちゃいけないっていう決壊、平和の決壊って言いますか、いわゆるそういう地域としてあるんじゃないかと思います。それでそれはね、その後もこれはその清平さん その空白の亡くなって空白の時期に元平さんの代になるまでにそういう争いがあったっていうのは承知しているんですが、その後も含めていわゆる小さい北泉という中ですね、つまりそれは北は衣川、南は太田川、この隔離されたあの地域っていうのはその後も争い事起きてませんよね、うん、鎌倉の時もスッと入れましたね。ということはね、僕はあそこの川と川によって川と山によってこう区切られたところはいわゆる平和の結界の地域で、そこでは争い事はしないと。だけどその外では争い事はする可能性はあるというような、あそこは聖域として、無防備都市という、ね、言い方も五十嵐先生とはしてますけども、そういう僕は平和の結界として決壊された場所というふうにして思ってて、もしかするとそこでは絶対に争い事は起こらないと。それで義経さんが殺される時も実は衣川の向こうですよね、接待館っていうのは最近は一種の定説化されてますけれども、やはり衣川の向こうで殺されるということは、今私がその平和の結界の聖なる地域としての平泉の外で殺されてますから、そういうことも含めて私は可能性はあるんじゃないかなと。これ本当は今日話したかったことの一つでした。ありがとうございます。ありがとうございました。あともう一点ですね、はい、はい、自動以下注文の方に、はいはいはい、清平は遭遇したというか平泉に移ってすぐ奥大道の原型があったものを整備して、はいはい、そこに一丁ごとに、はい、片外場を建てたて、はいはい、これの意図ですけどね、はい、北方交易を意図してメインストリートをがっちりと固めるための一つの仏教という力を利用したメインストリートを決めたことによって北方供養願望にあるように京都の都に送ったっていうのは北海道産のものが多いですよね。そうですね、アザラシとかあと羽ですね、ちょうど整備の一つだと思うんですけど、もうその通りだと思います。その説に賛成です。はい。すみません。はい。お話の中で既に送料が死ぬことにやられたっていうお話になったんですけど、はいはい、すみません、不明記録よくわからないんですけど、その日ちょっと死ぬことにどうして行われたのか。これはですね、やはりその確か天台山だと思うんですけど。やはり金を持ってって一切経を買ってきますけれども、それと同時にその例えば天台山で戦争供養をしたいということで、そこで1000人の僧侶を集めると、そして
集めてそこで供養をしていただくということで、こっちから代表は行ったと思うんですけど、もちろん清平さんは行かないけれども、その部下 の, 人たちが行く、それから、まあ、中尊寺の若い層が行ったかどうかわかんないですけど、かなりのやはり高いクラスの坊さんたちが行って、そういうことを実現した可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってます。よろしいでしょうか。はい、他にございませんでしょうか。本当に今日は中尊寺供養願文と平家農協の比較とかをしながらすごく深い勉強もできたと思いますし、あと資料の方はですね、本当に貴重な資料なんです。御三年記もそうですけれども、平家農協もほとんどこう身近で見ることができないで、手に入れることできない、貴重な資料ですので、こちらは本当に大事にお持ちになってお勉強なさってください。であと第3回目、来月は、7月の29日日曜日、同じく10時から12時半の予定をしておりますので、ぜひお出かけください。内容は西行さんとか義経さんとかのこうもっとこう身近に感じてる人気のある方たちのお話になりますので、ちょっと興味がいろいろ湧くと思います。よろしくお願いします。でもう一つちょっと ご紹介したいことがありまして、こちらはこちらの一の倉亭さんの方にずっと、はい、飾ってあるものなんですけど、こちらが今度12年ぶりに中尊寺の方で開帳される一時近隣仏頂尊座像、普通になんとなく耳にするのは人肌観音とか言われて、秀平公 の, 秘仏とされているものなんですけれど、こちらの会長がですね、ご会長が7月17日火曜日から11月の11日というので、ちょっと長期間でありますけれど、7月17日は初代清平公の御命日にあたる日なんですね。そこからの会長になりますので、しばらく行けばちょっとご覧になれますけど、ぜひですね、中尊寺の方に行かれて、皆さんで12年ぶりですので、本当に貴重ですので、この機会にご覧になってください。よろしくお願いします。あと最後になりますけれども、館長の西郷和子さんからちょっとご挨拶を、ありますので、もう少々お待ちください。でも何をご挨拶したらいいかわからないのですが、実はですね、不思議なことにここの屋敷を建てた阿部寛は盛岡に工機具、鉄道の工機具を持ってきた人なんです。これは盛岡駅にかけられてた時計の枠なそうです。そこの中に何の仏像のあれか全然わからないで、つい先日まで、でもすごいいい友達だなと思いながら毎日を手を合わせてはいたのですが、今鈴木さんがご紹介いただいたような、そんな格式のあるものが一ノ倉亭に20年無造作に、申し訳ないことに無造作に置かれて、ただ毎日おはようございますって手を合わせさせていただいてたものが、この度本物が御開帳になりますので、ぜひ皆様も、私も参りたいと思っておりますが、お出ましいただきて、それから常にこれは一ノ倉亭に置いてありますので、ご覧いただきたいと思います。本日もお集まりいただきまして誠にありがとうございました。